新春クイズトーク対花でスポーツ大会。はい、というわけでどうも、すいなおです。どうも、すいなおです。おいたいそうです。はい、ポテです。そしてクイズトークリーダーです。ポテキリンです。ポテです。というわけで、いつもね、知的な争いばかりをしているこのオフタチーム今日はそんな頭脳など一切忘れて、どちらがより脳に筋肉が詰まっているのか、脳筋の話、脳筋偏差値を競ってバトルしたいと思います。ガチメンツばっか集めやがってよ。というわけで、1種目目はドキドキ大縄一致。イエーイ。大縄一致、この大縄ですね。ただ普通にやればいいってもんじゃないです。あ、違う、やっぱり我々クイズ集団なんで。だからクイズ×大縄というね、斬新な種目でございます。ルールはまずクイズが出題されます。はい、それの答えは、まあ、数字になってます。その答えだと思った分だけみんなでオーナーを取る。答えが30なら30回取ればいいってことね。オーケー。だけど30回食べなかったら答え分かってもアウト。で、この時に相談はできません、一切。はいはい、もうだから、それで飛んだやつがいたらもう、それは飛んだやつがいたらもうアウト。はい、ビビッ。次ゲームね。全員同時にリプリーグも3問あるんで。おっ、これはいい。まあ、体力やられる。3問で、まあ、より多かったなるほど。OK、はい、設定でやっております。 OK、任せろ。じゃあ、ナゴ君、問題をお願いします。はい、ナイス。でね、2021年の干支は十二支で何番目？ちょっと待って、いきます。はいはい、ちょっと待って、いきます。せーの、
実はオナガザルの仲間。もうやりたい放題。絶対テレビではやらん行動。はい、というわけで第2種目目は、はい、ドキドキシャトルイッチ。イエーイ。これはまあシャトルランリレーです。おお。リレー。両チーム同時にスタートして、リタイアしたら次の人が走る。なるほど。リタイアしたら次の人が走る。でそれを5人やって、その5人のシグマで。そうそうシグマね。インテリ入れてくれやおよ。で今回もうゼロからやっちゃうと途方もなく多分みんな行っちゃうと思うんで、はい、70からスタートします。ああ、はい、なるほど。まあ割ともう早期決戦。よーし、それじゃあ第一走者前。やばっ。おーおーあれ。確かにありそう。めっちゃ元気そう。二番。はい、おお結構でかい。ここでまたちょっとは巻き返せんじゃないな。いやもうダメだってくれ。俺は全然出てきた。ノブ行ってやれ。そうだ3。はい、おおそうだ4。はい、おおそうだ5。はい、
やちょっと大将歯切れ悪いぞ。肉離れだけ気をつけて。肉離れは気をつけろ。打ち合いついてよーいドン。フォーメーション Y イコール X 上
ってるね。どっちが正解？さっきこれ、こうじゃない？こうじゃない。真面目にやるか。というわけで、第3種目、ラモスフィールド、インドアフットサル、ラモスフィールド忘れとって。ラモスフィールド。ラモスフィールド。覚えやすい。あと、まあ、セグミのラモスルイフィールド。ラモスフィールド。このサッカー、ただのフットサルではありません。何？サッカー。フットサルではありません。今回は、サッカーをしながら、問題を解き進めて、学力的にも、サッカー的にも、点を取っていこうという。なるほど。わかりました。うまい！うまい！よ、大喜利を。大喜利を。大喜利を。Okay、じゃあ全く解かずにサッカーで 10-0 で勝つって選択肢もあるそういうことなんだそういうことだよちなみに問題は1問解くごとに 0.5 点追加されますマックス5点なるほど5点分用意してますちなみに和田くんはこちらでただいま休眠モード入っております新春から2021年この先の思いやられますよというわけでやっていきましょうせーの1それでは x イコールマイナス1 vs x イコール1の試合を始めますちょっと左側にちょっとロベルトカットする今メアリーズオッチー頼んだぞ今出してくるじゃんセントリアセントリアオッチー頼んだぞてかこれあれかあちょっとあの出ちゃダメだもんあダメだよ何サッカーでするぞ意識集団の話してるじゃあサッカーの調子なんで2人も出とったんよよーさあ始まりましたクイズノック VS 花蓮新春春の大フットサル大会さあまずは花蓮チームオッチー選手が問題を解き始めるしかしクイズノックは一方で解かない全員サッカーに咲いておりますまず花尾選手シュート打っていきました花尾選手は小中サッカーをやっていたんですけれども彼は英検でサッカーをやめるというたおーっとシュートでサッカーをやめるというたおーっとシュートまずは先生電眼チームここしかしこの温度差この温度差でありますこれがフットサル一中の怖いところであります、さあクイズノックチームここでこうちゃんが問題を解き始めるさあそれでは問題のスタメンを見てみましょうずらーっとこんな感じで基本的にはまあ中学小学校中学校の、問題なんですけれどもとにかく計算がだるいとそんな癖のある問題のラインナップとなっておりますさあここでセットプレー、はい、おっとおーっとここでゴル選手ゴールです1対1コロナを意識したハイタッチこの辺も絶対にありませんクイズノックさあ試合再開さあオッティ選手が今問題を解き終わりフィールドにカムバックさあそしてそのままボールを受け取っておっと攻める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 そしてあ行くか行くか行くかそのままシュートゴールピッチからなんとわずか10秒で逆転ゴールを決めてしまいましたさあ少し早送りおっとまずいあーっとこれは悪質なファールです今回サークル内で解いている人にボールを当ててしまうとファール扱いになってしまいます要注意ですねさあここで前半終了花蓮対クイズノック2対1で試合を折り返しましたさあ作戦会議です問題を覚えて2問今俺覚えてるからなんと福田選手問題を暗記してプレー中に解いてしまうというなんという神業マルチタスク彼はきっと仕事ができることは間違いなしでしょうさあ一方花田チームおーっとタイだなんと陰気なムードが漂っているんでしょうかこんな空気感がかつてあったでしょうかいやないさあそれでは後半が開始しましたさあ後半一発目はサデレ選手と乾選手が問題を解き始めているようですねおっとさあサデレ選手後ろが気になる様子でもしかし解くしかないおっとここでパスが通るさあそして右のスペースが空いているそこに飛び出したのはノブーゴールですノブ選手同点満塁ゴールインおっとここでカットされたさあノブノブ決めるかノブゴール逆転クイズノック3対2さあ間髪入れずに、花田チームを反撃オッチー選手がおーっとこれは惜しいさあ一方で黙々と解き続ける福田とサルエル
見た感じ福田さんの手が止まりません。亀と鶴その差は万年。いやこれは寿命でしたね。間違えました。さあここでパスが渡る。カウンターいけるか。カウンターいける。鼻をゴール。華麗な足技決まりました。さあここで花尾が一旦問題を解き始める。おっとチラチラとあっちらをチラチラと、おっと花尾解かない。花尾解かない。おっともう一回いった。さあさあ行くか。決めろ決めろ。マコ行け。ナイスー。花伝チームまたしても逆転です。4対3。おっと大きい選手がまたしてもゴール。連続2連続ゴール。花伝チーム5対3ですね。おっとここでスポーツマンシップを見せるノブ。相手にも味方にも優しい、そんな地球環境に優しい存在がノブです。さあ花田チームカウンターです。オッティ切り込む。ゴール。花田チーム徐々に差をつけていきます。さらにオッティがうまいドリブル。花尾がゴール。オンゴールです。7対3。こっからこっから。さあ伊沢がここで反撃するが、おっとノブ選手ここは決まらずということで、おっと危ない危ない危ない。さあさらにコーナーキック、伊沢が決めた。さあここで花伝チームがゴールキックからのスタートです。ゴール。インディカウンターゴール。カウンターじゃねえな。さあここでおーナイカット。あーっとここでカメラが倒れました。この瞬間すべてのデータが吹っ飛んで、なんと3カメが消失してしまいました。ちょぴょぴ。さあコーナーキック。さあいいところで花尾が前に詰める。ゴール。さあそしてしれっとオッティが追加点を決め込む。さあこれで花伝チーム、9点ですかね。この差をどう抜くか。クイズノック。おっとここで伊沢執念のゴールです。おっとここで試合終了。クイズノック対ハルデンチーム9対6で試合を終えました。なんと最後になんかポカーンと当ててましたね。お疲れ様です。というわけで結果発表。ではまずフットサルの選手から。はいはい、はい。花伝チーム9点。イエーイ。クイズノックチーム6点。イエーイ。いやこれ1点のデカさデカいよ。まあありえるよね一応。まだありえます。ありえない。計算ミス、計算ミス誰にでも起こり得るから。3点差ですね。花伝チームの、クイズの点数が、3問正解で 1.5 点。つまり、10.5 点です。おお、マジで。え全然正解してない。誰だ。いやいや、お前やろ、お前やろ。いや俺ゼラ、俺ゼラモンしか解けへんの。そのマウントの取り方意味わからんから。じゃああれか、9問解いてたら勝ったの同点、10問全部当てたらあの勝ちできた。さあクイズノック。さあ点数は6問正解で3点です。うわといて。よかった。3問といといて。え、ってことはさ、1勝1敗1分け。これで決めよう。全然いいですよ。よっしゃ、じゃあ攻撃力 PK 対決。ルールは行きます。お願いします。じゃあ行きます。はい。うわプレッシャーの勝利。完璧軍の勝利。
ガンガン八王さん。ほんまに。ゴールですね。いきます。絶対決めるのお前は。絶対止めよ。オッケー。いきます。カリムラ。オープン。よろしく。バックタワー。バックタワラモス杯は花田チームの勝利。よーし。はい。ということで、クイズノックは1ヶ月間どの2人誰から待ってる？誰か今日の先輩や先輩。そうだね。今日は総合的に見てやっぱ来てなかった山本。かわいそう。でも誰かは半袖ならなかった。さすがに。じゃあ俺は1月に撮影した動画は全部半袖。ノースリーブ？いいよ。はい、というわけで今日の動画はこれでお開きとなります。皆さん、せーの、明けましておめでとうございます。さすがにもう一回ここやっとるだろ。2人ともドリブでやるから2021年もよろしくお願いしますじゃないんや。あそう。というわけで皆さん2021年もどうぞよろしくお願いします。もうほんまにお前のせいだ。